はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、まもれです。はい、パート83ですね。はい、ブリニョルフから、次の、明日の朝、市場に来るように言われましてね。で、それで、スリのね、薬を持って、スリのレベルが低いんでね。で、それで、持ち物もすべて置いてきて、で、それで朝になるまで、ここで、待ちました。そして、今に至るわけですね。はい、それでは、早速、ブリニョルフに話しかけたいと思います。ちょいと稼ぐ準備はいいかな。さあ、いいぞ。準備はできた。始めよう。よし、俺が騒ぎを起こすまで待って、何ができるのかを見せてくれ。さあ、皆さんお集まりください。皆さんに注目していただきたい素晴らしい品がございます。さあ、寄ってらっしゃい。はい、こっからね、すべて聞いてるわけにはいかないんですね。この忍び、隠密行動中、発見されにくくなる。これはまたとない機会。君に仲間。これですね、マレシの銀の指輪。これを、マレシの指輪に仕込むということでね。懐に入れるっていうことですね。はい、それでは早速やっていきます。例のウイスベイクスについてそう言っていたが、結局はミルンルートをすりつぶして水に混ぜただけのものだった。これは小さな勘違いだ。この品は本物だ。で、こっからなんですよ。ちょっとね、こっからセーブして、もし間違ったらロードして、で、そこから始めることにしましょう。これ確率なんでね。いくら薬を飲んでも、見つかってしまう恐れがあるんですね。ここで、まず、薬を飲むことを忘れないでください。40%、これですね。はい、90%とかなってますね。これなら、まず、あれですね、渡す。を成功しましたね。さて、俺の時間はもう終わりのようだ。何か対策すれば、また明日来るか。時間の無駄もいいところだ。いや、ブリニョフ。やっぱり待つべきじゃなかった。どうやらこの仕事に最適の人間を選べたようだな。ほら、やっと来たとな、報酬だ。ここのところの状況を考えれば、何の問題もなくうまくいって、正直ほっとした。何が起こっているんだ。まったく、俺の組織では不運が続いていてな。それも仕方ないんだ。だがそれはどうでもない。お前はちゃんと仕事をこなしたんだ。それに何より、世の中には稼ぎがまだまだある。お前に自信があればの話だ。自信がある。ならそいつを試してみてほしい。俺の集団の本拠地はリフテンの下、ラットウェイにあるラグドクラブの酒場だ。生きてたどり着けたら、お前に力があるかどうか見てやる。高級宝飾品の売買はこの店で。お前は本当に質問ばかりだ。はい、エズワンをラットウェイで探すということでね。さあ、フランシェ、ポケットをひっくり返せ。持っているのは分かっているぞ。何を持ってるんだ。一体何の話をしているんだ。バカな真似はするな。ポケットの中身を出せ、早く。
あなたもよちゃから来たのね。ムジョルがこんな風に動揺するのを見たことがない。俺もその様子がよほど答えたの。そうだ、お前のものじゃない。逮捕するぞ、フランシェ。帰りならこの辺りでは私たちみたいな訪問者は珍しいの。ディールも始めちゃるに言われば、この町全てがそんなじゃない。方法は2つある。一緒に砦まで歩いていくか、死体になって引きずられていくかだ。選べ。しかし俺はいいだろ。本利彦での釣りは最高だ。いつか試してみるといい。はい、これでも連れて行かれることになりましたね、ブランシー。はい、残念です。まあそれ仕方ないことなんですよ。うちの食料はスカイリム1を、いつだって収穫したいと同じくらいに。まあここですね、ラグドフラゴン、この下の方にあるんですね。はい、あの下水道なんでね。じゃあラットウェイにした。それは店の名前でしたね。まあこっからね、あの敵がいるんですよ。まあそいつらをまあ倒して、で、あれですね。なんとか救いたいと思います。イズバーン。新しい技、デッドリーバッシュも覚えたんでね、こう縦跳ねのける仕草しましてね、それもかなり効くようになりましたね。まあ、こいつらにもちゃんと名前があるということでね、まあ、ちょっと珍しいっちゃ珍しいですかね。はい、これで明るくなりましたね。さて、先に進ませてもらおうかな。向こうに行くには橋を架ける必要がある。うん、何もないですね。下へ落ちるしかないのか。危ない。そんなことは分かっていた。ファイアボルト。うん、お、拳の字や。おお、残念。面白いですね、本当に。こいつも特別なやつですね。反応が面白いですね。グワーとか言って。
結構穴がありますね。はい、四天王を倒したところでまた先に進みたいと思います。四天王と呼べるほどの、まあ、強さでもなかったですが、まあ、本当は強いんですよ。まあ私がちょっとね、レベルを上げて強くなってしまったんで、いましたね。ゴロつきなのに、あの拳のなんとかっていうやつより強いですね。はい、おい、やってみなさい、殺さないで、矛盾してますね。あれ、レバーないっすね。あった。はい、これで向こう側から簡単に通れるようになりました。まあ、こんな遠回りせず済むということですね。まあ、ここは必ずやっときましょう。物乞い。やったー、スリが上がりましたよ。まあ、これをね、読まないと、まあ、後々めんどくさいことになるんで。お、来ましたね。難しい。はい、来ました。あ、ここはあそこになるのか。なるほど、なるほど。まあ、前も言ったところですね、あそこは。はい、ラグドフラグンということで。まあ、ここが盗賊ギルドのアジトになります。本当のね。あの酒場は、まあ、表向きのアジトみたいな感じで。はい、立派なところですよね。わけのわからないことを話してますね。感心したよ、小僧。また会えるかどうかわからなかったからな。あんな奴にあれだ、殺されるあれだことはないよ。はい、ってことで、まあここでちょっと一旦終わりたいと思います。時間来たんで、途中で切るのも悪いんでね。はい、ご視聴ありがとうございました。